ました。そうしましたら、あの帝国になりましたので、ただいまからあの私どもの記者会見を始めさせていただきます。本日はあの先週ご案内を差し上げましたように、大阪 IR 区域整備計画の、まあ、問題点を中心に、まあ、お話しさせていただきます。であの私たちはあのカジノに反対するあの9団体の懇談会ということで今日はあのさせていただくんですけれども、まあ、コロナの、まあ、関係がありますので、まあ、メンバー絞るということで、お話の方はあの3人の方に、お願いします。で順番はあのカジノ問題を考える大阪ネットワークの桜田照夫先生、阪南大学の教授です。それから大阪を知り考える市民の会の中野正史さん、なにわ産業株式会社の代表取締役でもあります。それから阿寒カジノ女性アピールの藤永信代さん、市民ネットワークの代表です。で、まあ、この状況、今あのコロナがまあ非常に第6波厳しい状況になってます。説明会も最後の4回がそれを理由に中止になるという状況の中で、まあ、このカジノ問題でですね、議決を急ぐ必要は全くないという状況ではないかなというふうに思います。で、まあ、どんどんあのお金が夢島に投入されるで、公金が投入されるという事態も発覚してますます、まあ、ひどくなるなという状況もあります。まあ、そういった問題も含めてですね、今日はお話しさせていただきたいと思います。で、私はあの司会進行を務めます、カジノに反対する大阪連絡会の、中山と申します。よろしくお願いします。そしたらあの資料をですね、今日いくつかご用意させていただいてます。で、桜田先生の発言はあの発言の保守というのと、それから環境省の責任銀行原則の、取り組みガイドという、まあ、2つをお配りさせていただいてますので、まあ、それも含めて、お話をしていただきます。そしたら先生よろしく。はい、カジノ問題を考える大阪ネットワーク代表しております阪南大学の桜田です。まあ、あのお手元資料に基づいてですね、あの少し話をさせていただきます。で、現状はですね、あの大阪市はその貸し担保責任を負うということと、それからその責任の範囲については土地所有者としての責任という、この2つの考え方を明らかにしています。で、私はこれからお話しするのは、このことを大阪市が認めたがゆえに、実は汚染対策費用というものが今のですね、まあ、360億円ではとてもやないけど済まない、そういう汚染対策費用が巨額に上らざるを得ないんだという、こういう話をまずさせていただきます。で、と申しますのは、マスコミの皆さんこれお触れになりませんが、あの埋め立て土砂の環境規制問題があります。で、公安局の資料を見ても、夢島の埋め立てがいつから始まるのか、85年という記述もあれば86年という記述もあり、87年という記述もあります。まあ、開始の時期については、まあ、それぞれ、見解が異なるわけで、同じ局の中でもですね、見解が異なるわけですが、2006年に土壌汚染、対策法の、基準が明らかになる、それまで、およそですね、20年近くにわたって、浚渫土砂や建設残土にかかる環境規制ないんですね、ありません。で、IR 推進局との交渉の中で、幹部の方が、いや、先生、それはですね、解剖法でやってましたという発言がありました。海洋汚染の防止に関する法律で、これは1970年に、法律が出来上がります。ところが、この解剖法の中では、建設残土であるとか、浚渫土砂は、つまり、埋め立てというものに使うんだから有用物だと
したがって、それを埋め立てるにあたってのですね、申請、許可の申請は必要としないという例外規定が設けられています。でこの例外規定があるわけですから、当然夢洲への建設残土や浚渫土砂の埋め立てについては実は何ら規制するルールがない。で大阪市公安局がいただいた資料には有害物質を含まないことという一文は確かに存在していますが、何が有害物質に当たるのかということや、さらにはその有害であるかどうかを識別する基準、まあ、濃度基準と等ですけれども、これが一切明らかにされていない。で、新聞報道によれば、松井市長が何でもありやったんか、こういう発言をしたと報じられています。実態はまさにその通りなんです。つまり、過去20年近くにわたって、何ら規制がされていないものがそこに登記されている。で、これは大阪市も登記を認めましたけれども、深さが30メーター以上にわたって、そのことが登記されているわけですから、膨大な量にならざるを得ません。でしかも、夢洲という土砂、土壌はですね、これは関西土木会の権威であった赤井京都大学教授もおっしゃっておられますけれども、著作の中で指摘しておられますが、大阪湾の地層というものは、世界でも稀な土壌で、一体どういうことが起こるのかよくわからない。で現に関西空港では、鉱石層、それまで沈下しないと言われてた鉱石層が沈下してるじゃないか。こういうことを指摘されています。ここにですね、そういう規制されない土砂が数十メーターの規模で埋められている。でそこを今度は深さ50メーター以上の杭を打たなければ、建物が建たない、安定した地盤に達することができない、でしかもその安定した地盤の下自身が非常に脆弱な土地であって、一体どういう挙動を起こすのかがよく分かっていない。ここに高層建築物を建てようというわけですね。延べ床面積で言えば28万平米、これは日本最大のホテル群です。こういうものを建てようとしています。さらに、工事にあたっては、労働安全衛生法という規定があります。そうした汚染物質があって、土壌汚染が自明の前提として行われているところに、そういう非常に複雑な工事を行うわけですから、工事の従業員、工事の事業者、彼らの安全衛生を確保しなければなりません。ところが、工事自身が万博開催あるいはカジノの開催という形で工程に尻尾が切られているわけですから、従前からさまざまな不正問題があったりとか、あるいは事故があったりするのはその工程、工事の工程、日程、進捗、それに追われてということが非常に大きなヒューマンエラーになってきました。こういうことを踏まえるとですね、その尻尾を切られたような形で十分な安全衛生を確保した工事が進められるのか、非常に大きな疑問があります。これらの点について、当局の意見表明が必要だと考えます。次の論点に移りますが、特に推進局長の答弁に注目したいと思います。お手元の資料をご覧いただきますと、IR 推進局長の答弁として、これまで埋め立て地の処分については、一般的にその土壌汚染や液状化の調査結果がない状況の中で、貸し担保責任、今で言うと契約不適合責任になるがという記述があります。これは、調査結果がない状況ということは、今までそういう事実があるのが知らなかった、分からなかったと言ってるんでしょうか。これは極めて虚偽に近い答弁です。つまり、令和元年に用途変更、用途地域の変更手続きを行っています。用途地域の変更手続きというのは、夢洲の所定の地が工業地、あるいは準工業地であったところから商業地に転換する、その際の手続きでした。で、IR の推進局長の文書に戻りますが、
一般、この貸し担保責任を負わないという特約を付したもとで、上で、一般競争入札で土地そのものの価格を競争されるというスキームの中で、土地売却を実施できるという経過がある。これは工業地、準工業地であれば、そのようなケースがあります。ところが、商業地になりますと、そのようなケースは極めて稀です。つまり、汚染の表土が非常に薄い、30センチとか40センチというような非常に薄い層であれば、そこを除去して、その汚染土を除去してですね、商業地の建物を建設する、あるいは、土壌汚染防止法というのは、土壌汚染防止法というのは、接触を禁止するだけですから、アスファルトでその汚染地を覆ってしまって、その上に建物を建設する、あるいは設置するという、こういう形で行われているケースはないわけではありません。ところが一般的に言って、商業地が何らの貸し担保責任を負わずに売買されるケースはほとんどありません。もし意味しまるような土地で、しかもカジノのような、IR のような高層建築物を建てるという前提のもとで、そうした売却を行われた事実があるのなら、ぜひそれを、その事実を示していただきたい。ありえない話。で、しかも、この用途地域の変更手続きを無視した説明だということを言いましたけれども、次のページに行ってほしいんですが、実は大阪市、大阪府は、2013年の3月段階で、こういう汚染土壌の土地の売買について、学習会をしています。これが、環境コンサルタントを招いた学習会です。国際環境ソリューションズ株式会社、中島地盤環境室長が講師となって、土壌汚染による環境リスク管理と土地活用の事例というのを3月19日に開催しています。つまり大阪市という組織については、今申し上げた IR 推進局長が言っていることを覆すような、そういう知識、そういう事実、これはすでに知っているわけですね。すでに知っている事実がありもかかわらず、じゃあ用途地域変更手続きにおいてそのことをきちんと検討したのかどうか、おそらくやってないと思います。でさらにIR 推進局長もそのことを踏まえた説明をきちんと松井市長にやったのか、その上で松井さんは政治判断を下したのか、こういう手続き上の問題について非常にグレーな側面があります。手続き上の問題点は他にもあります。これについては次のページの2ページのカジノの違法性の阻却という論点があります。投資金額の大きさと巨額の納付金でカジノの違法性は阻却されました。しかし、この試算の現データを明らかにせよという主張は、違法性阻却理由の正当性を検証するに不可欠なはずなんですが、その公表を一貫して拒否しています。それから、さらに、この問題で言えば、お配りした責任銀行原則の署名取り組みガイドを見ていただきます、見ていただきたいんですけれども、資金調達に関して、三菱 UFJ 銀行と、それから三井住友銀行が大阪市に対して、融資の契約をやってもいいよ、融資をする準備に入りましたというコミットメントレターを発行したとの報道があります。まあ、このコミットメントレター自身は、交渉の中で、交渉が進むたびごとに何度も繰り返されて発行するわけですから、大阪市が答弁しているような、すでに三菱 UFJ 銀行と三井住友銀行が融資を確定したというものとして、私は理解はしていません。まだ、それについてですね、確たる、契約を結んだという状況にはないと考えています。さて、それほかに、そうした、この、ごめんなさい、この責任銀行原則に、三菱 UFJ 銀行も、三井住友銀行も署名してるんですね。で、この責任銀行原則の考え方というのは、麻薬産業やポルノ産業、それから武器の製造業、
こういった産業と並んでギャンブル産業に対してはですね、投資を控えるべきだ、こういう宣言に考え方に対して両校は参与しているわけです。で、ある市民団体がそのことを公開質問を出しましたけれども、返事はいただいていません。でさらに投資をするという財阪20社に同じように公開質問状を出しました。そうすると8社から回答がありました。投資をするにあたって経済効果が見込まれるのであるから公益性は満たされている、経済効果の大きさによって公益性は満たされているのだから ESG 投資や SDGs 投資には反しないというのがこの8社の考え方です。でも今申し上げたそもそものですね、このそもそもの経済効果のあるもの、こういう経済効果のあるものに対して現データを明らかにしてください、あるいはですねその正当性を検証させてくださいと言ったときに、そこを全部拒否しているわけですから、何をか言わんやという話になるわけです。つまり投資の前提、それから計画そのものの前提条件を満たしていない中でこの計画が進められている、このことをですね、指摘をしておきたいと思います。あと、以上のように細かいところの事実に関する、発言資料として、3ページにわたって資料を用意しておりますので、ぜひその資料をご覧になっていただきたいと思います。以上です。はい、今先生3ページとおっしゃったんですけど、ちょっと私の方で2ページに編集してますので、すいません、はいはい、すいません。そしたら続きまして、経済人の立場から中野正さんの方からご発言をお願いします。大阪市考える市民の会の中野です。私は経営者ですのでビジネスの観点から申し上げたいと思っています。まあ、先ほど桜田先生おっしゃっていましたが、普通我々が土地取引、土地に関連する土地取引をするときに、まあ、その土壌改良の費用を際限なく発生するというリスクがあるような契約をするかというと、まずしませんよね。この土地改良のコストを全て大阪市が負担するという契約が本当に有効かどうかということに本当に疑念があります。で、これはあまりにも市民に対する無責任な決め方ではないかと私は思っています。もしそのリスクを最大リスクを確定できないまま青天井に支払っていくんだというような契約をするんであれば、それは大阪市がする契約として非常に異例なものであるし、その損金がどこまでになるかわからない以上、それは改めて市民の意見を聞くべきなんじゃないのかなと。議会といってもこのような青天井の支出をするということの条件が出てくる前に選ばれた議員ですから、本当の意味での民意を代行しているとは思いません。まあ、それが一つですね。で、もう根本的にこの前事業計画の中で驚いたのは、延べ床面積が展示場が10万平米から2万平米に縮小されていました。インテックスが7万平米ということなんですけど、インテックスというのははるかに小さくてしょぼい展示場になっているわけです。で、これで本当に統合リゾートと呼べるんでしょうかということが疑問です。今まで IR 推進局は派手な宣伝をすごい魅力的なイメージ図を使ってやってきたわけですけど、それとは似ても似つかないものが現実にはできてしまうということになってきたら、これはもう看板に偽りありと言わざるを得ないですね。まあ、ちょっと言い過ぎかもしれませんけど、詐欺商法みたいなもんですよね。もうすごい魅力的なものを前に出しといて、実際はもう本当にしょぼいものを提供すると。で、そこまで変わってしまうんであれば、これは改めて本当に直接市民の意見を聞くべきではないかと思います。で、根本的な投資の中では、これほど大きな投入金額をするんであれば、当然それに伴って市の予算の使い方が抑制的にならざるを得ません。
で今からこれからそのカジノを作っていく、まあ、その前に万博もあるわけですけども、そのコロナの影響から既存の在阪企業が立ち直っていかないといけない非常に厳しい状況のある時期になってくるわけです。この中で国に期待するだけではなくて、大阪市あるいは大阪府として、そういう景気刺激策を打っていかないと、カンフル剤を打っていかないと大阪の企業が下手ってしまう危険性があるという、それに対する本当に予算が組めるのかということが一つ。さらに2045年がシンギュラリティと言われていますが、すでにもう2020年ぐらいから大きな産業では変化が起こっています。で次々と新しい産業が生まれていきそうな感じがしていますし、まあ、産業そのものの基盤も大きく変化しています。でその中で本当の意味で大阪の経済を活性化していくとすれば、それはカジノではなくて新しく生まれてくる産業を支援するべきなんじゃないかと、それをするための予算措置が大阪こんなところにお金予算使っとって大阪はできるんかということが次のポイントです。それから契約期間が最長65年ということになるということは、ここまで大阪市は縛られる可能性があるということですけれども、65年ということになるとほぼ間違いなく南海トラフ巨大地震が襲ってきます。もう巨大な投資をした挙句巨大な災害に見舞われて巨大な損失を得てしまうということになると、大阪市民は目も当てられないではないかと思います。万博との関連もあるんですが、この間夢島の無謀な開発によってコンテナヤードが万博期間中非常に不便なオペレーションを強いられるようなことが検討されています。で今コロナで世界中の物流が非常にまずいことになっていて、ようやくそれが上げていくことになれば物流はもっと活発になっていけないといけないですし、それが大阪に入ってくる大きな窓口が非常に効率の悪いオペレーションをしないといけないというようなことになって、このコンテナヤードの重要性を考えると、大阪ものづくりの町大阪あるいはそのショート大阪にしても、物が流れてくる入り口のところが非常に不便な形を強いられるということは、大阪の経済にとってむちゃくちゃ大きなマイナスじゃないかと思っています。で最後、もうこれ根本的なことなんですが、先ほど桜田先生もおっしゃっておりましたが、この事業採算の見通しのデータが十分に開示されていないというのはどういうことなのかということだと思います。本当にそれで言うてるような収益が見込めるのかどうか、しかも大阪市がそれを本当に検証しているのかどうかすらわからない、そんなわけのわからんことに青天井でお金突っ込むんかということが、まあ、ビジネスをやってるものからしたら信じられない暴挙やなと思います。それは私の方からのお話です。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。まあ、IR マイス計画は本当にしょぼくなった、しょぼい計画でしかないという、まあ、ご指摘も含めて、まあ、IR 推進計画案の問題点を指摘していただきました。続きまして資料をお配りさせていただいてますが、藤永信夫さん説明資料ということで、資料1から資料5までがございます。で夢島というところがどういうところかというのは桜田先生のお話で、次にあったんですけれども、特に夢島一区のところは一体どういう状況なのか、まあ、ここは万博の会場に使われるということになっているわけですけど、まあ、その点の問題点などを中心にお話をしていただきたいと思います。皆さんお願いします。藤永信代と言います。で私は1980年代から大阪のゴミ問題研究会立ち上げて、ずっとこの大阪市のゴミの処理について追いかけてきました。でその立場から言いますと、まあ、夢島っていうのはゴミの埋め立て地でみんな止まってますけど途中なんです。まだ
埋め立て途中の島になってない巣だと思ってます。正式には土地になっていなかった、今必死になってね土地造成をしているところです。で、陶器場でいうと4区のコンテナヤードとか3区の倉庫なんかしてる一部以外は海なんですよ、土地ではないんです。で、IR 計画でやってる3区はやっぱりね、あの夢島の舞島、隣の舞島の埋め立てと違って夢島の埋め立ての頃にやっぱり経済がね非常に疲弊してきてですね、でそれに伴って長引く不況であの建設残土っていうのがそんなに出てこないんですよね。でそういう意味で、まあ、急いで造成せなあかんとなると山土を買います。山の土を買うからねお金が高いんですよ、高くつくんです。それからすでにね、さっき桜田先生の報告もありましたけど廃棄物処理法ができたのが1970年代でしてね、それからそういう土壌対策法もできたのもずっと最近で、大跃進の法律なんて90年代に入ってからなんでね、すでに埋まってる廃棄物はいくらきれいな残土やって説明しますけど、でもね産廃ですから何が入ってるかわからないんですよ。今汚染土壌が出てきてお金払わなあかんと、汚染土壌があるのもその費用負担が求められていくのももう当然でね、私はこれからますますそういう費用が増えていくと思っています。で、この IR 区域一体管理の称する事項というのがありましてね、この私の資料は全部あの大阪市のね万博推進局に情報公開請求して出てきたものです。で、それに基づいて話しています。で、土壌汚染液状化造園の適切な対応を含め IR 事業用地の適正が確保できること、円滑な工事遂行が可能な工事環境が整うこととなってるんですね。それ約束してますから、汚染物が出てきたちゃんと大阪市の責任で処理せいやと、そういうことなんでこれからいっぱい出てくるんじゃないかなと思います。から大阪っていうところは歴史的に見て土砂なんかが溜まってできた土地なんでね、大阪湾も低湿、そこのね60から80メーター下の天満層という硬い岩盤のところまではねゆるゆるの地盤なんです、ゆるい。これは沖縄の辺野古の問題と一緒です。で、そういうところですから、皮肉なことに早う土地造成せなあかんと、サンドドレーンって言って砂の塊入れてね凝固剤入れて上を固めようとしてすればするほど重たくなってきてね、上を強固にすればするほど重たくなって沈下するんです、沈んでくるんです。で、液状化対策というより沈下対策はこれからものすごく頭の痛いところだというふうに思います。 IR 計画では高層の建築物が建つ計画になってます。これ全部ね下まで食い打ちまでちゃんと旋回ということになると気の遠くなるようなお金かかります。その事例は舞島という隣の島のところに焼却炉があります、焼却施設、あそこはですね660億もかかってるんですよ。なんで高いかって言ったら焼却炉の炉自身が重たいから、その下はそれこそ80メーター下まで食い打ちしてるんですよ。その費用がものすごくかかってるっていうのは私は情報公開請求でねかつて知りました。ということで言うとこれ全部食い打ちせなあかんねんなと、そこまでお金の面倒名誉となればもう気の遠くなるほどのお金がかかる。で、これも事業者というか土地提供者の大阪市の責任になって負担が増えてくる、つまり市民の負担が増えるというふうに思うんです。で、先ほど中野さんの話とかまあございましたが、お金がすごいかかる割に見入りが少ない、入ってくるお金が少ない、それが今回の私は大阪やるカジノ計画ちゃうかなと思っています。で、さっき説明していただきました、特に私は夢島一区という大阪市の焼却前などを埋め立ててるそこの問題についてずっと引っかかってるし、それをね万博や IR のその万博が終わったら引き続き IR の会場に使うようにするって言ってるんですよ。関連がありますね。だからそれ使うことにものすごく腹が立った、憤慨しています。1985年から埋め立てが始まっています。その埋め立て資料はどんなものが入ってんねんって今日皆さんに配られてる一覧です。これは大阪市環境局からもらったもんですからね、最新の情報がありますからそれ見ていただいたらいいんですけど、とにかく約40年間で焼却炉からの燃えかすなんか全部足すとね1400万トン入ってるんです。
焼却灰っていうのは燃えた後の燃え殻です。ですから当然すすなんかも混ざってますから、ダイオキシンやとか PCB とか超有害な化学物質の塊があるんです。でそういうものが埋まってるわけですから、一区埋め立ては一区はね、そう言ってもらったら分かります、立ち入り禁止になってるんです。危険やから入ったらあかんよってなってるようなとこです。で一区はだいたい73ヘクタールあるんですけど、ここのソーラーパネルの設置場所とか西側の埋め立てか、もう無理無理埋め立て完了させたところを合計30ヘクタールぐらいをまずは万博に使って、その後 IR に用地にするってね、こう書いてあるんです。で廃棄物処理法によると、それもね細かく資料の中にあると思いますので見てほしいんですけど、これは何枚目かな、皆さんにお配りしている資料の1、2、3枚の裏のとこ見てもらったら分かりますが、ちゃんと書いてあるんですね、誠実に書いてあります。廃棄物処理法による最終処分場の規則っていうのがありましてね、水質とかそれから排ガス、メタンガスの基準がクリアされないと終了できない、終了できないということは土地にはなれないということなんですね。で終了できないところをとにかく使おうと、そのまま強引に使うねんという計画になってるんですね。もし無理無理に使ったとしても、かぶせてる土50メーターそれ以下は掘ったら飽きませんよとね、それをこれをね事例として、泉大津のフェニックスで一回ね使ったことあると。それはねイベントですから、建物を建てるというよりテントぐらいのもんなんですけどね。この万博はパビリオン作ったりね、それからその計画されているところは飲食店があったり、なんかイベントホールがあったりね、それがね50センチで済むわけないんです。もしポンとパビリオン置いとくだけだったらね、万博の開催季節ってこれは台風のねメッカのとこですから、台風来たらポン飛んでしまいますやん。しっかり食い打ちせなあかん。だからなんか大阪市はね、万博推進局は50メーター以上土積むからええって言うけど、土っていうのは積んだだけじっとしてませんねん、じゅーっと沈んでくんです、硬くなるまで。だからもう次々土を入れていかなあかんわけです。で、そういうものを無理無理使おうとしてるわけですから、もうお金がかかります。で、しっかり区域必要やし、サンドドレーンとか購入する人もいろいろいろこんだけかかるいうの書いてあって、ちょっと私が計算しただけでもね800億ぐらいかかるんですよ。でこれだけで済むとは思わないです。で投資額の割に本当にねお金が入ってくるお金、今分かってるだけでカジノのね売り上げから入ってくるの400億ですやんか、ちっこいお金ですよ。そんなんね昔前ね、大阪の地下鉄は400億毎年毎年黒字出してたんです。地下鉄売れへんかったらそのままでいいんですよ、こんなことせんでもいいか、よかったんです。でそれから最後の大問題はね、このなんぼゴミ埋め立て地やから、管理者が市長やから言うて万博が勝手に都合ってええんかと、違う管理者が違うのにね、その廃棄物処分場のこれをこのように使いますよというような契約書というか約款がないんです。地図が書いてあってなんとなくここ使うよみたいな感じ、そんなことでね土地使いますか、普通の商取引で。もうありえないことです。それをね夢島とにかくもう埋め立て途中でね、もうむちゃくちゃ無理無理とにかく無理してやってるんです。お金もかかります。軟弱な土壌やし汚染土壌やし未竣工土壌で、そんなところで巨大開発はもう無理、とにかく無理やと。それでも無理なことあるか、それやるってやってはるんですけどね。でこれで私は大阪経済が発展すると思いません。真面目な仕事でね、そこを後押しして産業として世界に冠たるも産業として広げていこうじゃなくって、博打は作ろうと言ってるわけですから、それで売ろうとは思いません。で今私は思います、今やったら引き返せる、もう過ちを改めるにはばかることなかれですから、今なら引き戻せる。本当にこの開発工事自体が博打みたいなもんやなと私は思ってるんですね。でもこういうね、肉も参拝のとこも一般廃棄物のとこもとにかく汚染土壌やから、
それはね、あの昔裁判で聞いたことあるんですけど、埋め立てやってる職員が言い張りました。埋め立ては水抜き8年ってね、終了してからでも8年間ね下がるんですって。だから水抜き期間がなければね、もう安全で安心で使えない。それを無理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 押し通そうとしてるのがこの計画やと。だからぜひですね、あのゴミの埋め立て地夢島と書かないで、ゴミ埋め立て途中の夢島と書いてほしいなというふうに思ってます。以上です。はい、ではどうもあの3人からあのお話聞いていただきましてありがとうございます。藤原さんの方からいろいろ資料を出ています分で、あの資料1の、まあ、裏面の、まあ、3ページ目を今お話しされてましたけれども、あの、まあ、2ページになる部分ですね。ここにはあの万博開始までに廃止することは不可能という、まあ、記述がね、されてます。夢島一区は万博には適さない、使えませんということをこの時点では言うてたわけですが、まあ、いつの間にか、まあ、そこが使うようになっているという、まあ、そういう問題になります。メタンガスもまだ出ているという、ね、いう状況です。はい、そしたらあの皆さんの方からあのご質問ありましたらあのお受けしたいと思います。よろしくお願いします。朝日新聞の深夜です。あの今日あの、まあ、コロナの関係で発言の方あの絞ってくださったということなんですが、参拝して9つの市民団体の名前一覧とかをいただくことはできるでしょうか。あ、ペーパーは、ね、ちょっと用意してきてないんですけども、はい、名前ちょっとゆっくり読み上げさせていただいていいですかね。はい、ね、どないする大阪未来ネット、それから大阪カジノに反対する市民の会、市民の行政、ごめんなさい、市民のための行政を求める会、ストップ、アルファベットでストップカジノ大阪で、最後に平和と民主主義を目指す全国交換会。今日はあの並んでませんけれども、あのどないする大阪ネット、それから大阪カジノに反対する市民の会、それからストップカジノ大阪、平和と民主主義を目指す全国交換会はあの参加されてます。はい、ごめんなさい、あの今ご登壇くださっているあの方々の団体の名前ももう一度伝えてもらいますか。はい、桜田先生はカジノ問題を考える大阪ネットワーク、それから中野正史さんは大阪を知り、黒丸考える市民の、それから藤永さんはあかん、ひらがなであかんでびっくりマークで、カジノ女性アピール、ありがとうございます。はい、これ市民団体、それぞれ参加されている方は9団体を合わせて何人ぐらいいらっしゃるんですか。そうですね、あまりそういう集計はしたことないですけどね。枚数で構わないんですか。枚数ね、いや、ちょっと集約したことないですね。はい、ごめんなさい。はい、毎日新聞の平と申します。桜田さんに聞きますと、伺いたいんですが、あのカジノの収益性のところで、その実際に事業者が、まあ、市の方がですね、情報開示してない部分が、まあ、かなりあると思うんですが、この収益性の部分でこうどのあたりが一番まだこの辺りの実際ですね、一番問題があると、例えばの入場者数とか、から経済効果の数値が出てますけど、この辺りに一番問題があるんですか。根拠全部ないでしょ。まあ、うん。で、1100万人日本人集めますって、じゃあそれがあの集まる根拠は何ですかっていう。で、この話をすると直ちにアクセスの問題出てきますからね。そうすると、その事業者が出している計画、人数計画、例えばに対して、じゃあそれに対応するようなアクセス計画どうなってるのって言ったときに、
そのもともとになる数字の根拠が明らかでないと、具体的にどのようなそのアクセス計画を立てるべきなのかという議論が出てこない。で、知事が万事そうなんだけれども、例えば、そうですね、6400台のそのマシンから、一体どれだけの金額を得ようとしているのかも分かりませんよね。で、それはあの入場者、カジノ税、カジノの納付金でありますけれども、納付金から逆算したりとか、それから入場者の320万人という数字から逆算したりとか、そういう形しか出てこない。で、しかも根本的には、これは大阪府が言っている数字だとか、あるいはこれは業者が言っている数字だという話になって、具体的にじゃあ、その根拠なり、中身なりを検討しようと思っても、検討できないわけです。で、にもかかわらず、その、言い方変えるとね、その根拠のない数字をほらだけボーンと吹いといて、で、これがこんだけの規模があるんだから、公益性ありの、それから違法性も阻却できのという、こんな理屈になってるわけですよ。で、しかもそれをですよ、その行政機関であるとか、あるいは国がですね、国や大阪府市という行政機関が、それに対して、いわゆる適合マークを押すわけでしょ。ありえないでしょ、そんな、一般の普通 の, あ の, 民, の民間の社会では。事業、ビジネスをやるときに、これだけの、例えば、そりゃそうですよね、あの事業計画表を出して、銀行に対してお金貸してくださいという話を想定すれば、立ち得に分かるわけで、売上規模、こうなってますけれども、じゃあ実際に、あなたの店の前を通る人間がどれだけおってね、で入店率が何パーセントあってとかね、こういうことを検証されましたかって聞かれるわけですよ。あるいはその近隣のその近傍のその商売やってる人の大体こういう数字になるとか言って分かるわけですよ。それが全然ない中で手続きだけこう進められていくと、本当にでも僕思うけど、国こんな計画を国が OK 出すんですかね。それは和歌山にも当てはまるし、長崎にも当てはまるんだけれども、一切秘密主義でずっとやってるわけでしょ。で、しかもそれはその競争上の秘密だなんていうのは、競争上の不利を及ぼす恐れがあるという、そういう理由なんだけれども、そもそもじゃあこのビジネスに競争なんてものが成立するのかっていうね、そこの検証一切やってないでしょ。だから取ってつけたような理由ばっかり並べて、その意思決定を行われるとしてるのは、それはやっぱり行政の在り方としてね、やっぱこんなデタラメなね、その計画をその行政が認めていいのかという、これが認められたら、それを基準にして今度、ね、あの赤順ではこういうことが認められたんだから、このビジネスでどうなんだ、あのビジネスでどうなんだという、そういう話になってきますからね。ちょっとそれ皆さん方にぜひともやっぱり頑張ってもらいたい。今のお話で、経済効果に関してですね、例えば開示でも、開示不可で真っ黒で出てきたりとかですね、そういったことがあって、基本若干、公表してましたけど、公表の部分というのは、それほど詳しくはなかったと思うんですけど、今の話で、例えば、和歌山とか長崎とか、こういった場所についても、基本的にはどういう対応？いや、基本的にはその競争上不利になる恐れがありますから、情報は公開いたしませんという、これは基本的な態度です。だから、和歌山市民と小出しにしか、今までその一切その声を上げてなかったシーザーズというようなカジノ事業者が登場するだとか、あるいは資金調達についてはクレディ・スミスが出すだとか、そうするとクレディ・スミスが出す場合と、じゃあ日本の銀行が出す場合では全くその内容が変わってきますからね。意思決定を判断する、投資の意思決定の適合性を判断する、あるいは正当性を判断する際の根拠が与えられてないわけです。そこはもっと大きな問題なんです。万博開始までにこの開始するとか不可能みたいな、はい、これはいつの資料になるんですか？これはね、平成28年の9月ですから、2016年かな、その段階で無理やと言ってるんですね。だから私たちは公安局との話したときに、
人が立ち入らないエリアになりますってはっきり言ったんやからね、2年ぐらい前ですよ。そこはそう言ってたんですね。だけどこんな話がされてて、それで正式にここにします、だからこういう契約をしますなんて何もないままずるずると来てるのが今だと思います。それからお話の中でちょっと数字ちょっと800から600億とおっしゃったと思うんですけど、焼却炉ですかね、じゃなくて、なんか3トントで、はいはいはい、とか鳥坂3トントで、あのね、どこの部分の何の会社か、あのね、この公開された資料の中にね、何になんぼかかるっていっぱい書いてある。それをパチパチと足すとそんな金額なんです。一区で、はい、埋め立ての例えばこの山から買ってくる土買わなあかん、土とか、うん、その沈下を早めに抑えるドレインとか、ドレインする、はい、そういうのを全部合わせると、そうでね、私は思いますけど、特にまあ、ダイオキシンなんかのところについてはね、取り出してね、別のところ持っていかなかねと思うんですよ。多分あの3区の一般のあの参拝のところ買ってね、よっぽど悪いのただ埋めといたらいいじゃなくって、取り出してね、焼き切って、ほんであのどっかへ持っていかなあかんと、それはものすごくお金かかるんですね。そういうふうになって、あの法律でそうなってるのでね、多分これからどうなるかも分かりませんけど、はい、はい、まあ、今のところ の資料で見ていただくと、一区が早く埋め立てを終了させると、フェニックス処分の方に、新島の方に新たにゴミを持っていかなあかんと、でそれにかかる費用が182億円って数字が出てるんですね。でさらにそれも期限が平成37年で使い切って、その後は新たな処分場を作らなかった。だから今出てる夢島絡みの夢島の中のインフラ整備のどん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 膨らんでますけれども、今度は夢島一区を潰すことで新たなこう負担がね膨れ上がるということがこの資料からは読み取れるわけですね。だからどこまで膨らむんかと、市民負担はどこまで来るんか。でゴムについて言えば私八尾市民なんですけれども、八尾市と松原市が大阪市と一部自分組合で一緒にやってますからね、大阪市民だけじゃないんですよ。八尾松原にも影響するわけですね。有料化に転化していくという可能性が、まあ、内包してるんだということも言えると思います、ね、はい、すいません、他の、はい、どうぞ。自立通信の今井純と言います。桜田先生にお伺いします。カジノ事業者に対する融資についてですね、NFG で SMBC がその国連の検証に署名しているのに、これギャンブルに融資するのおかしいではないかという公開質問の件ですけど、これは銀行側は質問を無視しているということですか、それとも拒否しているということですか。サイレンス、黙殺ですね。黙殺。じゃあ我が国はポツダム宣言を黙殺するですね。いや、それ返送されてきてませんから、受け取ったまま無視している。ただ受け取りましたという確認ありませんからね。で黙殺です。でサイレンスですね。で今のところいずれ答え、今日の期限までに答え、期限までに間に合わなかったとかそういうものではなくて、今のところいついつ回答するとも何の変化。いやいや、回答期限も全然回答期限まで返事がなかったってこと。回答期限までに返事がなかった、はい、大阪日経新聞の桜田先生にお聞きします。ちょっと確認ですけど、夢島 の用途変更についてですけど、もともと工業地、準工業地やったところを商業地の方に変更して、工業地、準工業地であれば土壌汚染が出てきても売れた可能性があるけれども、商業地に変更したことによって売れないと、まあ、それで公営事業会計が土地を売って、資産を変更するというスキームだから、
この港の事業の会計がこれで崩れてしまうという、そういう理解なんですか。前段の部分は用途変更についての売れる売れないって話は2013年のこの学習会の資料の中で明らかにされていることです。で、公営事業会計について言うと、その土壌汚染が発覚したもとでのその会計処理ですね、例えば当然減損処理を行わなきゃならない、ならないし、そしてその売却予定価格の見直しも当然しなきゃならないし、でその売却の予定価格の見直しをする際に売れるのか売れないのかっていう、ここをやんなきゃいけない。だから今公営事業会計では破綻しませんとかいろいろ議論してるんだけれども、その議論の前提となるようなその数値の組み替え計算やってないんだよね、うん、だから当然、常識的に考えればその赤字の部分ですね、つまりその負債の部分がもっと大きく広がるはずなんです。で収入の方はもっと小さくなるわけです。でそのもとでどうなるのという話で、しかも今回それで言えば確かに2075年になればその、ファイナンスできるんだとかいうような議論してるんだけれども、そんな議論ね、行政したことないですよ。何年先なんですかって、50年先でしょ。50年先にはこうなりますから大丈夫なんですなんて、そんな答弁とかそんな答弁をかつてね、どの都道府県市町村もやったことがないはずですよ。つまりその要は事実上責任持てない、そういったことに等しいわけです。責任を持てないと言っていることをそのままじゃあ無視してね、あれ当然やらなきゃならないような、例えばその減損処理ね、ここをもうやらずしてですね、このままそのなし崩し的に意思決定が進められていくというのは、やっぱりこう何重にもおかしなね、おかしさを何重にもこう組み立てているような、他の都道府県であったらたった一つの手続きがあれば議会を止めてね、やっぱりそれに対してきちんとその処理をした上で審議し直そうというような、そういう案件でありもかかわらず、大阪市の場合やっぱり僕ね、これね、やっぱり二元行政否定するからこんなことになると思いますよ。あるいはその議会とそれから行政を一致させて考えるという、そこがあるからね、こんな決対なチェック&キルバランスが一切効かない、そういう現実になっていると思いますよね。そこ、うん、これで公営事業会計で、賄えないということは、実際の消費の時期が来れば、一般会計から、そう、当然そうです、当然そうです、だからアベノの再開発と同じことです。それが、長い時間にわたって、はい、使われていってしまうという、そうですね、だからアベノの再開発経過についても、じゃあ具体的な責任追及が行われているのかっていったら、必ずしもそうではないから。そうすると2000億円程度の赤字については市民府民は文句言わない、こうやっぱり判断してるんでしょうね。あと、中原さんお伺いします、この状況、新たにいろんな状況が出てきたので、改めて市民に意見を聞くべきとおっしゃいましたけど、これは住民投票すべきというそういう意味ですか。当然住民投票をするべきやし、住民投票の請求をするべく動き始めてます。こんなどんだけ損するか分からへんもんを市民の意見機関とやるということが本当に恐ろしいですね。今中野さんの方からお答えさせていただいてるんですけども、中野さんの今取り組みは個人として、そうです、取り組みを始めておられます。で今日は記者会見を主催させていただいた球団体としてはそういう一致はなくて、個人としてやりましょうということで主体がねなっております。はい、ちょっとそこ追加で、あ、すいません、はい、今回の球
もうすでに個人ベースでこのことに気づいている人たちが集まって、住民投票請求住民投票条例の請求の署名を集めようかという話が具体的に進み始めてまして、おそらく今月中に記者会見をさせていただくような段取りになるんではないかと思っています。今回の旧団体としてその要望とか陳情とか、なんかこれとこれとこれを要求するみたいなのもあるんですか。旧団体としてカジノに反対する署名は集めて今日提出するわけですから、今日の、ね、1時からもうご案内させていただいているんですけれども、旧団体でこの間この間といいましても、年末に取り組み始めて、実際には1月入った以降なんですけれども、賭博場カジノの誘致計画を中止撤回してください、それから保険医療体制の充実でコロナ対策を強化し防災減災対策を強めてください、この2点を知事市長宛てに要請書として集めてきました。で今日1時から IR 推進局に提出をするんですけれども、提出行動東側の玄関でさせていただきます。で現在の集約状況はコロナ問題でね、なかなか大変な時期で集めにくかったんですけれども、今のところ9万近く集まってます。で、ネット署名も同時に行いまして、ネット署名がその半分、集まっていると。で、今昼にその数プラス また持ってきてくれはる可能性があるので、7万いくかいかいかないかというところが今の状況ですね。はい、またその1時以降の取材の方もよろしくお願いします。朝日新聞の深夜です。その署名の部分ちょっと確認させてください。署名は9団体で呼びかけて集まったのは週の決定です。7万、はい、正確な数は定数の段階で、はい、でまだ引き続き取り組みますので、で府議会の開会閉会が3月の24日になってますので、第2次の提出構造はその直前に提出するという予定に考えてます。でさらにもっと世論を広げるという意味で対話宣伝しながら署名を集めて、カジノ反対の反応者やっぱりいいんでね、街に出てもやっぱり結構その場でしてくれはる方が いらっしゃいますので、そういう運動はもっと積極的に広げていきたいな。ただコロナの状況でね、宣伝も聞いてながらやるというようなことでちょっと困難性はあるんですけどね、頑張ってます。大阪市の方と大阪府の方に IR 推進局は県と市長の協力局だと思うんですけど、IR 推進局だけに出すでよかったですか。市長知事に出すというようなときに、はい、どこに出すかっていうふうに行政側に聞きますとね、はい、ぐるぐる回って結局 IR 推進局が対応するということなんです、はいはい、で府と市の両方 の行政機構ですから、はい、そこが受付するという形になります。ただ宛名は知事と市長宛てということですね。そうです、はい、ありがとうございます。また今日の会見はこの署名の提出に先立ってそれぞれお考えをお話しくださったというふうに。そうですね、私の冒頭 のご挨拶させていただくときにそれが欠落してまして、最後に言うような格好で申し上げる、はい、分かりました、はい、その通りです。はい、他ございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、そしたらすいません、どうも今日はありがとうございました。よろしくお願いします。